区長の呼びかけに対してどういうふうに対応されたんでしょうか。はい、そうですね、最初はやっぱり取り締まる側と取り締まられる側っていうイメージがその事業者たちもあって、で区長からその僕が最初に説明を受けた時に、そうではなくて、一緒にこの感染症の拡大防止をしたい、うん、そして大切、まあ、一番気にしていることは区民たちの健康だっていう話をしていただいて、でもう本当に丁寧にさっき区長がおっしゃったように、僕たちの仕事がどういう仕事であって、その中でどういう問題があるのかということをこう聞いてくれた。で事業者たちも、うん、まあ、今回のコロナ禍におけることだけじゃなくて、普段から思っている思いとか、まあ、行政に対する不信感とか、まあ、メディアに対する報道に対する不信感とかっていうのをもう素直にぶつけて、でそれに対して本当に区長をはじめ保健所の方たちが丁寧に対応してくれた。でそこの中で、実際にコロナっていうものがどういうことなのかってみんなも分からなかった。なんでじゃあ自分たちの業種から、こんなに出てるんだってことも分からない。でそれを一緒に考えてくれた、それがすごく大きかったと思いますね。はい、区長の呼びかけに応じられて、はい、無症状のホストさんも、はい、含めてですね、はい、1日50人、100人、150人とこう PCR 検査を受けられたと聞いてますけれども、はいはい、そうして前向きな取り組みにつながっていったんですね。もうおっしゃる通りですね。だからやっぱり敵じゃないし、もうそういうことをやってもらいたいっていうやっぱり要望がその区からある。自分たちも自分たちの従業員たちを守りたい、でこの風評もやっぱり抑えたいで思いは一緒だっていうところだったので、そんなにこういやいやっていうわけではなかったですね。はい、